来月開催される観光庁のインターネット購買に東京国税局から出品されたのは高級スポーツカーのフェラーリで、最低入札価格は5680万円。不動産以外の財産としては過去最高額だということです。他にも最低入札価格が2410万円の高級ブランドの腕時計やおよそ56万円のウイスキーなどが全国の国税局から出品されています。観光庁のインターネット購買は税金の滞納者から差し押さえた自動車や不動産などの財産が出品され、落札されたものの代金は滞納者の税金の支払いなどに充てられます。